大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、外国人最強レスラー決定戦 G シリーズ71回目やってまいりましょうと軽やかに始まっておりますが、本日横切り三段シュート、3本目の収録となっておりますので、ちょっと荒れ気味になるかもしれませんが、お付き合いいただければ幸いですということでね、現在見ていただいているのはいつものように星取り表、お手製の星取り表ですね。青で塗っているところが本日行われるカード。まず A ブロックの方がクリス・ベノア対 AJ スタイルズの試合で、もう1試合がパトリオット対ローランド・ボック。パトリオットとローランド・ボックが35点同士の対決ということで、ちょっとどうなるか楽しみですね。で、B ブロックの方も2試合、サンドマン対ドン・レオ・ジョナサンの試合と、テリー・ファンク対ケニー・オメガですね。こちらはテリー・ファンクとケニー・オメガが40点と35点でトップを狙うための階段を登れるかどうかという試合になるでしょう。で、C ブロックの方は1試合、ボルクハン対リコシェということで、40点同士のトップを争う重要な試合となりますが、まあ、前回も言いましたけどね、ここ、ジョシュ・バーネットが間違えて、13試合目をやってしまったので、ちょっとこの C ブロックはバランスが崩れる、試合消化、試合数がバランスが、ね、崩れると思いますが、まあ、ご理解いただけたらと思います。で、最後は D ブロック、トリプル H 対レザーフェイスということで、本日も6試合やっていきましょう。はい、というわけで早速第1試合の方からやっていきましょう。 A ブロック、クリス・ベノア対 AJ スタイルズの試合からお届けしてまいります。試合開始です。ファイ、初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。クーファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、今回の企画は72名の外国人レスラーを視聴者の方にエントリーしていただき、そのレスラーたちを4つのブロックに分けて、各ブロックで総当たり戦を行い、上位3名が決勝トーナメントに進出、決勝トーナメントで優勝したレスラーが外国人最強レスラーの名を手にするという企画でございます。まだね、ちょっと新しいベルトをね、外国人しか負けないインターナショナルのベルトを作ろうかどうしようかと思ったりするけど、結局ね、あの新日も二冠統一というようなことになったので、ファイプロはね、それがね、二冠ちゃうわ、ダブルタイトルマッチができないんですよね、ルール的にね。まあ二冠統一はだからできるんですけどね。まあいっか、ベルトはやっぱり今回なしですね。はい、というわけで、最近タイトルマッチ全然してないか、まあいいか。というわけで、試合の方のルールは、30分1本勝負、基本ノーマルルールで、クリティカルの発生率が高く、レフェリーのスピード、スリーカウントを叩くスピードがやや速く、あとは5点方式で、勝てば5点、負ければ0点、引き分けは2点ずつを分けて、リングアウト勝ちの場合だけ4点というふうになっております。全105回ぐらいでなんとか終わらそうとしている企画の71回目ということですね。過去を振り返ってみると、私、毎度毎度申し上げているように、毎度毎度も言ってないか、記憶に対して、全くの自信がない、ので、過去のシリーズ最長企画といいましょうかね、長くかかった企画としては、いろいろやってるんですけどね、確か日本人最強の時が100超えてる、 100何回がなんかあるんですよね、確かに。だから100超えるのは別になんかすごいって、すごくはないかっていうことも一応なるんですよね、うちの場合は。ちゃんと調べりゃ分かるんですけど、もう全然ほったらかしてるんで、よく分からないですけどね。この間ね、まあ相変わらず今日は3本目なんで、本当どうでもいい話が多くなると思いますが、次期シリーズとしてね、一応やろうとしている、デスマッチトーナメント、血祭り2とかなんかあるんですかね。で、その企画をもう、2年ほど前に多分やってると思うんですけども、2年か1年半かぐらいで、その前にやってる企画をもう一回ちょっと動画を見返して、どんな仕組みでやってたのかなみたいなことを思って、で、見たら
当然ながら、動画としてはちゃんと残ってるし、別にいつでも誰でも見れる状態になってるんですけど、だいたいそんな見られることはないんですよね。毎日一応動画をずっと上げ続けてるんで、1000本以上の動画を、まあ、こうやって公開してる状態になってるんですけども、だいたい YouTube にアップしましたよ、公開しましたよっていう時が一番たくさん見られてて、その後はもうほとんど見られることはないというか、もうだいたい埋もれるんですけども、これがね、そのデスマッチトーナメント血祭りは意外とね、意外と見られてる。この意外とっていうのが難しいな。意外とっていうと、っていうことは1日に10件も 20回も見られてるのかっていうと、そんなことはございません。1日に1回ぐらい見られてたらすげえなってなるぐらいです。だいたいゼロなんですよ、ずっと。ところがまあさすがに長くやってるからか、なんでしょうね、なんかよくわからないですけど見られてますので、多分ねこういうのをちゃんと作った方がいいんでしょうね。この辺が難しいですね。ちゃんとした動画を作って長く見られる動画を作るべきなのか、毎日上げて過去の遺物はもう見られたらラッキーぐらいにするかっていうね、この辺の戦略は本当はちゃんと考えた方がいいんでしょうけどね。なんか毎日やらないとね、不安な感じになるのは確かにありますね。まあまあ全く桁はもう大きく違いますけども、よくヒカキンさんが言ってるのは分かる気がしますね。毎日動画上げとかないと不安になるんですけど、まあ、YouTuber の方はみんなじゃないけど、そういう方多いでしょう、ね、これを1回毎日上げるとっていうことになるんでしょうね。僕の場合は編集とかがあんまり得意ではないので、そういう風にしてるっていうのがあるんで、編集が好きな方はねじっくり作ったらいいと思うんですけどね。はい、まあまあそんなこんなで、まあそうやって動画を増やしていけばいいというわけじゃないんでしょうけどね。まあ見られてるんですという話でも、ちょっとしかないんで大したこともないということで、試合の方に集中しましょう。さあクリス・ベロワがなんかえらい飛ばしてる気がする。おお、カウント2点球。さあ AJ スタイルズに対してシンプルな技で攻め立てますが、 AJ スタイルズは当然テクニシャンぶりを発揮。これかっこいいな、これはな。このね、どうでもいい話が続きますけども、サムネ、サムネを見て、あの動画の紹介するための、画像、あの画像を、まあ、だいたい最近もあんまり手の込んだものにしないで、できるだけシンプルに、試合中のこう一場面を切り取るということでやるんですけども、コーナーから飛んでるところの絵を切り取ると、やっぱりこう 2D の画像なので、どうしてもこうなんかねのぺっとした感じで飛んでる感じが出ないんですよね。あれはなんか僕がうまいことなんか画像をちょっとこう加工したらいけるのかもしれないですけど、さっきのこうなんかピョンと飛んでる感じ、 AJ スタイルズがあのエルボーを決めようと、スワンダイブ式で飛んでるあそこを切り取ったとしても、画像にしてもなんかねうまいこと伝わらない感じがしてね、いつもやめちゃうんですよね。まあまあファイプロ目線で見るとやっぱり動いてると飛んでる風な雰囲気があるけども、それが固定されると画像になるとダメなのかなというところで、クリップルクリップルクリップルで意味ない、クリップラークロスフェイス、なんとか逃れた。さあ AJ スタイルズがちょっと盛り返しすぎたか、これはスタイルズクラッシュ、場所がちょっと悪いけども、どうだ、3カウントは十分取れる技、どうだ、うおー返した。さあ試合に集中、試合時間15分経過。ジャンピングツームソンパイルドライバーからおなじみのダイビングヘッドバットが決まる、ただ場所が悪い、ここではデフィリーが3つ目叩かない、カウント 2.9。 さあクリス・ベノワこの調子がいいのを逆に返されるか、パイルドライバー食らってしまう。さあ AJ スタイルズはこんな技もあったか、
今の技ね、嫌いなんですよね。リバースパワーボムでしたっけね。あれはね、なんか、できたら使いたくないんですけども、もうちょっとモーションがなんかうまいことできたらなと思うんですけどね。さあ、再びダイビングヘッドバット。さあ、もう何度目の正直かわからないが、さあ、試合時間17分経過で、これで決まるか ?AJ スタイルズ返せるか、うおぉ返した。さあ、こうなると苦しくなるのは、クリス・ベノワの方でしょう。 AJ スタイルズがこれを耐えたということは十分逆転する可能性が出てきたように思えるんですけども、さあここですね、同じ技だからなのか偶然なのか、同じ技何度も食らってるからなのか、ダイビングじゃない、ツームソンパイルドライバーをなんとか返しました。さあこれパワーボムは返せない。あー、ニアロープ。さあ AJ スタイルズが再びスタイルズクラッシュを持っていく。だがなかなか決まらない。これニアロープになるか。さあ時間だけが過ぎていく。こっからどう展開していくか。さあコーナー登らせて、ああエイジスタイルズが返していった。パワーボム。ああ、ここでいけよエイジスタイルズ。どうする、バックアップ、あー、ローリングラリアットかわす。さあリング中央、ここで場面が大きく変わる。何を持ってくる、ラリアットか、走って、どうだ、カウント入る。いやー、もう一つ、もうちょっと足りない。さあその足りないところをどう埋めるのか、クリス・ベノワ。いやー、スリーカウント、これは返すやろ、どうだ、おお、カウントに電球。さあ20分経過、残り試合時間が10分を切ったところでパワーボムでがっちり固めた。これは返せるか。いやー、返すの。いやー、AJ スタイルズ粘る。クリス・ベノワは断ち切れない。 AJ スタイルズしかし、あー、ギブアップを狙うけども、これもニアロープになる、ブレイクになりますね。 AJ スタイルズ、そうか、こういうギブアップを狙う技がある。いやー、ちょっとね、お互い頭部へのダメージがねかなり重なってるので、もしかするとゴロゴロがあるような気がするんですよね。投げっぱなし。さあここはラリアットにつなぐか。スピードに乗ってラリアットが決まる。レフェリーの位置は悪くない。スリーカウント入るか。うわー、返される。 AJ スタイルズこんなん粘るの。おー、エルボー、ジャンピングしてのエルボー。あー、足を取っていく。これはどうだ。あー、決まった。いやー、 AJ スタイルズ超粘り勝ち。あのね、あの飛びつき系のね、技もね、ギブアップ奪えるんでね、どれぐらいで出すか、ヒント出すの難しいですよね。でもクリス・ベノワが AJ スタイルズに何度も何度も迫ってるのに、それを耐え切ったっていうところがすごいですよね。 AJ スタイルズは多分だから体力はもうかなりなかった状態、失われてたけども、気力は残ってたっていうことなんでしょうね。スリーカウント全部返していきましたからね。クリス・ベノワ、あとは流血させれたらとか、なんかいろいろありますけども、AJ スタイルズの、底力というかね、粘り勝ちでしょう。試合時間21分56秒、足掛け前転、裏、膝十字固めで、AJ スタイルズがクリス・ベノワからギブアップを奪った試合でした。試合評価 100%。AJ スタイルズ、この間なんか埋められたけど生き返ったっていうのがありましたね。生き返るときはなんかしれっと帰ってくるっていうことだったんでしょうけどね。はい、というわけで、次の試合に。行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目ですね、 B ブロックの方からサンドマン対ドン・レオ・ジョナサンの試合やっていきましょう。試合開始です。ファイ。さあサンドマンが現在15点、ドン・レオ・ジョナサンが30点ということで、B ブロック、あー、そうか、ブロディとカートアングルが50点49点でトップ争い、それを追うスティーブン・リーガルとデリー・ファンクと40点。いや、この辺で固められちゃってるからな。ドン・レオ・ジョナサンでも30点で残り試合数5か6ぐらいなんで、まだ可能性はあると言ってもいいんじゃなかろうかというところ。ただこのサンドマンがな、なかなか何を起こすかわからないという部分がありますからね。
前回も確かクリティカルかなんかで、勝ってしまう。うわかっこいいかっこいいかっこいい。これもサムネ候補やな。あのこれがね、あの前回もちょっと言ってた、あの序盤の打撃の差し合い、相手が高ダメージで確実に倒れるわけじゃない、打撃系の打撃技ですね。スタンディングで出せる技、が決まっても相手は倒れない。まあ最近の技で言ったら、強逆水平チョップ、あと強ローキック、あの辺は当たったら確実に倒れる。あとニールキックとか大車輪キックも当たったら、浴びせ蹴りとかああいうのも当たったら確実に倒れる。でもローリングソバットとか、普通のソバット、あとハイキック、内満蹴り、そうですよね、あとは裏剣とか、あの辺も、当たっても相手の体力でしょうね、体力が残ってる間は、倒れないっていう技があるんですよ、ね、ただ相手が倒れないっていうことは、連続で決めることができるということなんですよね。だからもう前回も前々回かな、その話ちょっとしましたけど、昔ファイプロで遊んでる頃、まあ、当然ロジックをずっとやってるんですけども、打撃系のレスラーが、相手を倒した後引き起こす、立たせるですね、起こして、でハイキックを決める、倒れる、でまた起こす、ハイキックを決める、まあ、何回かやると当然、そのハメが使えなくなるんですけども、それを一時期ずっとやってる時期があって、でそれ自体は打撃系のレスラーはなんていうんですかね、一生パターンというかになるんですけども、ある時ね、なんかそれを見てて全然面白くなくなってきたんですよね。序盤はいいんだけど、だから最近作ってる、まあ完全打撃系じゃないから寝技に入れる系のレスラーもいるんですけど、相手がそのループに入らないようにしてるって言ったらいいんかな。相手レスラーが倒れてても、引き起こさないで寝技に行くか、引き起こしてもバックを取るとかね、なんか違うようにするとかっていう風にしてたりとかしますね。打撃系のレスラーはもう全部寝技を持ってるということで、なんか寝技、パンチとかでもいいんですけどね、に入るようにはしてんのかな、もう起こさなくしたんかなっていうのもありますね。うわー、これも入るな。場外でのジャイアントスイング。さあ場外戦闘になったらやっぱりサンドマンの方が、ここでポイントを稼いでおきたいところですが、ドンレオジョナさんは静かに戻る。いやー、サンドマンここで勝ったら面白いねんけどな。ドンレオジョナさんの方が絶対有利なんですよね。ドンレオジョナさんが勝って35点。いやー、それじゃ面白くない。やっぱりサンドマン頑張れという感じですよね。さあサンドマンがでも勝つとしたらな、ローリングセントーン、言うたらかな。さあハイジャックバックブリーカーが出るということは、ドンデロジョナさんが、調子よく攻めているというところなんでしょうね。いやどうでしょうね。あ、そうそう、あのこの間のちょっとふとネットのニュースで見てて、何ですか、ちょっと気になったというか、まあまあ今ね、相変わらずコロナで、コロナウイルスの、せいでプロレスの興行が日本ではできない状況、無観客でテレビマッチとかっていう形でやってるんですけど、ところもありますけどもね。ただまあ、それ以前にプロレスラーの接触っていうのが、いいのかっていうふうになるとかいうのも出てくるということなんでしょうね。多分まあそれに関してなんですけども、グレートムタなどが使う毒切りは、飛沫感染どころじゃないから、これはコロナの騒動が続く以上見れなくなるんじゃないかっていう話があって、ああなるほどなと思って、まあ、僕は今更それを気づいてるようなものなんですけども、そうかと、そらそうだと、毒切りで相手に直接当てないとあれは意味ないですからね。まあ、昔歌舞伎さんがやってたような、空中に
振りまくようなパフォーマンスであればまだ許されるのかもしれないですけど、まあ、それでも今はダメでしょうけどね。だからこれはもしかするとコロナウイルスの騒動がすっきりするまで、もう絶対大丈夫って言われるまでは、毒切りが見れなくなるのかもしれない。グレートモタは大変だな、まあ、他のレスラーもね、アスカとかもねしてましたもんね。そういうのね、多分できないでしょうね今、まあ、大変ですよね。まあまあもうこの話題あんまり言わない方がいいのかなと思ってますけどもね、相変わらずその状況は続いてますからね、まあ、いつか落ち着いたらオフ会やりましょう。はい、ということで試合の方に、おお集中していけるロリッ、これでクリティカルが、でもカバーにはいきますね。あ、立たれてしまったさあというわけでドンリョージョナさんがギブアップを迫りますが、ギブアップ、なんとかサンドマン耐える。サンドマンが、あーこれどうだ、ギブアップ、サンドマン必死に耐える。あー、でもドンリョージョナさんの怪力ぶりはなんか発揮できているというところですね。さあサンドマンがまだでも余裕あるのかな。さあ試合時間は14分経過。このねアッパーがね、あのアッパーは、ね、当たりやすくて出が早くて当たりやすいのでいいですよね。相手倒すこともできますし。あ、場外戦再び、おお磯手に、やるいいですね、荒れてきましたね。さあ試合時間15分経過。さあ場外でサンドマンが躍動する。さあドッキリ、あれドッキリ吹けへんかった今のね。一応あのセットはなんて、おーターボドロップ、これで、フラフラになりますけども戻れますよね。これはあの場外カウントを数えるのが、遅いになってるんでね。まあリングアウト向けはクリティカルじゃない限りは、カウントに電球。さあそろそろサンドマン危なくなってきたが、なんとか打開策を、あ、コーナー付近やったら必殺技を入れるかもしれないですけども、パンチ、とにかく殴って蹴って試合をなんとか成立させようとする。ああいいですねこれは、サンドマンらしい。でドッキリをプシュッ、これあのビールを飲んで、拭いてるというようなイメージです。あの緑がね、パーツクラフトモードはいつ出んやろうな。パーツじゃないや、あの技クラフトモード、もうでも出そうやな。まあでもコロナ、これもコロナのせいで遅くなってるとは言ってましたけどね。さあ超対空ブレインバスター、この足がいいですよね。ちょろっと動くのがいいんですよね。これはいい仕事してますよ。さあ決まるか、うわー、さすがにサンドマンイージ。あーでもアッパーカットが今日はいい味。あーこれは耐えるか、おサンドマン耐える、粘る、謎の粘り。あのパッ、あ、パッパーいつもってるわ。アッパーがいい仕事してますね。いやー、そして今日は場外戦が多い。サンドマンはトペコンヒーローとか解けへんかったよね。ターボドロップ2。さあこれはバンジキウスな気がする。あー逆エビ固め、いやー耐えてる。どうしたサンドマン、逆にドンリョージョナさんがなかなか決めきれないということは、先ほどの試合と本日の第一試合と同じように AJ スタイルズが逆転した試合と同じ、耐え切った方が勝ちということは、サンドマンが耐え切ってドンリョージョナさんを破るのか。ただその絵がなかなか想像できない。あるとしたらコーナーからのダイビングローリング、おー飛んだな今、すごいジャンプ力。さあリング中央に持ってきて、そのままギブアップを狙う。あっあっさりかよ。ここがサンドマンと AJ スタイルズの差というところでしょうかね。いやーでもこれで首の皮1枚というか、まだ望みは、繋がったというところですかね。試合時間20分23秒、リバースバイパーホールドでドン・レオ・ジョナさんがサンドマンからギブアップを奪った試合でした。試合評価 100% ということで、よく頑張りました。
では次の試合、次は注目ですからね、行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目になりますね。 C ブロックの方からボルク班対リコシェ、40点同士の戦いということで、しかも水と油ぐらい違うクリティカルが出るかもしれない、いろんな意味で楽しめる試合です。さあ注目の試合やっていきましょう。試合開始です。ファイ。さあということで、ボルクハンがやっぱりクリティカルがな出るのが怖いけども、リコシェもね組まないと試合が進まないので、どうしようもないので、あとはなんかサイズ的なちょっと差があるような気もするんですよね。サイズが大きい方が技は返しやすいっていう一応計算式があるんですよね。S サイズのレスラーと M サイズのレスラーが戦うと、S サイズのレスラーは返されやすいんですね、技が。組んだ時に、これすごいな、こういうのは。組んだ時に技を返されやすいので不利になる。ただじゃあそうなると大きい方がただ単に有利となるんですけども、サイズがちっちゃい方のレスラーがスタミナを消耗しにくいとかね、飛距離が長くなる、じゃなかったっけ、なんかあるんですよね。なんかだから一応それでバランスは取られてるはずなんですよね。そう考えるとこの組んで関節技に行ける、とにかく倒してしまえばという状態になるとボルクハンの方がやっぱり有利なのかなってなるんですよね。これでおマウント、マウントを取ったら、おお、マウント取ってきますね。これでも決まるときありますからね、マウント取った後ですね。さあボルクハンとしては目が離せなくなりましたね。でこれね、僕が目が離さないって言って言ってる時はね、あんまりね秒殺とかないんですけど、まあただ単にちゃんと見とけよっていうことなんでしょうかね、普段。さあこれだけ時間5分過ぎたらね、もうクリティカルがなんか ないことはないですけどね、初っ端に出るクリティカルは逃れるような気がするんですよね、いつもね。さあとなるとリコシェがじわじわと攻める番になってくるというところか。まあリコシェとしてはとにかくコーナー付近で一気に連続でダイブ系の技、何度でしたっけ、360度じゃないですね。いつも間違える、あれもうメモしてないからわからないですね、何度やろ。なんかあの辺のコーナー最上段からの飛び技が出たらリコシェには十分勝利の、ここまで一進一退って感じですね。どちらもお互い技は出してるけども、まだ余裕があるという感じかな。ちょっとねボルガンがね空振りし始めるとね怖いんですよね。スタミナをすごい消耗してると思うんですよね。さあカウント2、でもこういうので一気に決まるかもしれんからな、怖いな。やっぱりボルガンの方がちょっと有利かな。さあ腕を取っていく。ただボルクハンが唯一こうなんていうんですかね、勝つ要素があるとしたら、いやボルクハン2ですね、リコシェが勝つとしたら、ボルクハンもやや足の方が得意っていうのがあるんですけども、一点集中に完全にいかないんで、その辺はまだちょっとリコシェに余裕があるというか、チャンスがあるというようなところだとは思うんですけど、いやでもそれもクリティカル、こんなビビってたらどうしようもないけどな。でもこれまでのシリーズを見てるとね、おベルドリル出た、おおこれはペースを握った。さあリコシェがローリングエルボー、さあ先に、おわーでもこっち、
やー強いというか、まあまあね、組み合わせがこの試合、今回の試合の設定のクリティカルの確率が高いのと組み合わせがバッチリということはもう間違いないですけどね、試合時間8分52秒飛びつきクロスヒールホールド、ボルカンの必殺技ですね。で、リコシェからギブアップ、ギブアップを取られた後リコシェはゴロゴロと痛がるという、もう完全に折られましたね。いやー、ボルカンこれで、C ブロックどうなってた、まあ後で見ますけどね。 C ブロック現在トップがブロディ50点、カートアングル45点、それにボルクハンが45点、50点、49点の後に45点で、さあ続きました、本日6試合目、テリーファンク現在40点、同じ B ブロック、これに勝ってケニーオメガに勝って続くことができるかどうかお楽しみにということで、次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の4試合目になりますね。 D ブロックの方からトリプル H 対レザーフェイスの試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイト。リプル H が現在、34点で、レザーフェイスが20点ということで、最初にも言いましたけども、現在 D ブロックトップがスティングの55点、72名の中の頂点、点数だけね、言うとね。で、トリプル H34 点は、アンダーテイカー45点、テッド・デビアス40点、2コールドスコープを35点、あ、テリー・ゴディもいた。テリー・ゴディが37点か。あー、ということはトリプル H、勝たないと苦しいというところかな。まあ、点数で言うとトリプル H の方が上なんで勝てる相手なんですけどもね、レザーフェイスな、流血させることができればみたいなところかな。レザーフェイスのマスクもね、この今の僕の今使ってるレザーフェイスの、マスクも全く別に文句はないんですけど、素晴らしい出来なんですけどね。実はね、このレザーフェイスのマスクね、よーく見ると、多分スマホでは気づかないんですけど、パソコンでちょっと大きい画面で見るとよーくわかるんですけども、ちょっと透明なところがあるんですよ。どこかこうなんか、なんていうんですか、レイヤーがなんか抜けてるというか、透明になってしまってる、ちゃんと埋め尽くせてないみたいなところが実はあるので、まあわからないけども、その隙間をなんとかして埋めたいなと思ったりはしてるんですけどね。レザーフェイスのマスク、そろそろパーツクラフトでダムタクが作ってくれたらいいんですけどね。あとはまあまあ、本当はレザーフェイスのあのエプロンを作ってほしいんですけどね。まあちゃんと探してないんで、また今度暇があれば探そうかなと思いますけどね。ただね、あのエプロンはね、胸の部分とそのももの部分というか、あの辺が、ずれるというか、一緒にならないんで、ちょっとずれてしまう難しさはある。この間そういえば、実際には見てないですけども、ツイッターで動画が、で、動画じゃない、ツイッターで画像が上がってるのだけ見ただけなんですけども、マリオ作ってる人いましたね。配管工って言って、ね、どう見てもマリオ、綺麗なドット絵で、はぁ、やっぱりここまで作ってる人おんねやと思って。まあだから、地味にですけども、着実に進んでいってるんでしょうね。そういう方が作ってくださってるやつは。だから、たまに、うちはね、PC 版なので、Steam のワークショップを見に行って、うわ、こんなん出てるわ、とかっていうのが、見るのが、ちょっと楽しみですけど、まあ、最近見てないんですけどね。まあ、レザーフェイスも、いつか誰か作ってくれるでしょう。期待をしておきましょう。さあ、というわけで、試合に集中していきましょうかね。さあ、レザーフェイス。ああ、じゃない。トリプル H が、ちょっとペースはトリプル H の方が握ってるかな。いいですね。おー、垂直落下出た。さあ、レザーフェイスの方が先にこれは、ペースを握ったか。垂直落下ブレインバスターが出るということは、トリプル H のダメージはかなり消耗してる。いやいや、そうでもないのかな。偶然出ただけなのか。
ショルダーバスター。レザーフェイスはね、意外ととか実は腕に一点集中攻撃を。おお、ペディグリーが出た。こっちもさあ、これでカバーに行く。かなり早い段階、カウント2。なるほど、お互いかなり高ダメージの技を序盤に出すロジックを組んでるのか。ああ、いいですね、腕へのストンピング。トリプル H もすかさず返していく。さあ、気合を入れて、これは今のは今のパフォーマンスは優先動作で、ロジックを組んでるというか、連続でパフォーマンスを行うようにしてます。多少気力が回復するので、それで点数がここまで伸びてるのか、あんまり関係ないのかは分からないですね。パフォーマンスをいっぱいするっていうロジックで一回実験してもいいと思うんですけどね。まあまあ、でも気力が回復するのは事実でしょうから、実験するまでもないとは思うんですけど、でもすごい少ない数字なんですよね、確かね、気力回復するけども。さあ、ペディグリ、クリティカルが出ない。お、10分経過。今レフェリーの、位置がかなり良かったので、このまま決まるかと思いましたけど、ただその後ちょっとなかなか起き上がれなかったところを見ると、スタミナをだいぶ消耗しているような気がしますね。さあ、カバー、どうだ。カウント 2.9。 さあ、時間がない。あ、いいですね、これ。さあ、これ収録しているのは5月の8日の金曜日ですので、まあ、これが YouTube に上がっている頃には、昨夜の日曜ビッグファイトはもう終わって、果たしてアーン・アンダーソンは作られてるんでしょうかね。ね、スパインバスター、ひねり式のスパインバスターをどうしてんのやろな。まあまあ、まあ、お楽しみにと。僕もどうなってるかは分かりますね。この収録が終わったらアーン・アンダーソンの勉強をひたすらしないといけないという状況ですね。さあ、これで追加流血攻撃。気力奪われたか。いや、再び。おお、いいですね。アーン・アンダーソンのスパインバスターをまとめてる動画があったり、何発も見るんですけども、なるほどなと。アーン・アンダーソンがこうすごいって言われる、あのスパインバスターは綺麗だって言われるのは、なるほどなと思うことをやっぱりやってますね。体の、まあ、なんちったらいいのかな、一回グッと持ち上げて、そこから自分の足、うまいこと言われる、まあ、ただ単に腕の力だけでいってないっていう感じがすごくいいですよね。職人肌というか、ポップです。さあ、有刺鉄線バットを持ち出して、フルスイングいかないか。さあ、ここはやっぱりトリプル H にハンマーを持ち出してほしいですけども、有刺鉄線バットでフルスイング、そして、おお、顔面叩きつける。うわー、まだ持っていく。お、レザーフェイス、これちょっと、これいくとどうなる。う、セブンティーン。おお、何、ちょっと待って、これ、あー、な、あちゃんとした両者リングアウトでしたね。いやー、これまでに何度かリング両者リングアウトはあるんですけども、あれはクリティカルが発生して、技をかけた側がリング上に戻らないという、まあ、バグ、どう考えてもバグで、両者リングアウトという結末は何度かありましたけども、これは多分マジなやつですね。いやートリプル H が災難か。レザーフェイスはしてやったりというところですかね。試合時間何本でしたっけ、忘れましたけども、両者リングアウトで、これは2点ずつを分けるということになります。まあ、試合評価 98%、トリプル H が有利に試合を進めていたような気もしますが、場外でレザーフェイスが、やってのけたというところでしょうか。はい、では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の5試合目ですね、 A ブロックの方からパトリオット対ローランドボックの試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイ。さあ、というわけで両方とも
両名とも35点同士の対決ということですよね。で、35点ということは A ブロック現在トップのスタンハンセン50点に対して、ちょっと差をつけられていますが、現在ハンセンが50点、それを追うのがヘイスタッカルホーンの45点、そこから40点が今いない状態なんですよね。だからこの35点同士の2人が勝って40点になれば、先ほどの両者リングアウトみたいなことにならなければ、単独の3位に躍り出ることができる。単独の3位、つまりそれはイコール決勝トーナメント進出への鍵を手にするというところなんですよね。なのでこれはかなり重要な試合の一つとなります。まあまあここまでパトリオットが点数を積み重ねてきたのはやはりパトリオットミサイルコーナーからの、ダイビングショルダータックが決まってきたかということです。でローランドポックはもうこれといったことではないんですけども、やはりダブルアームスープレックスとかの投げ技で勝ち上がってきたというのがありますから、その辺の対決なんですけども、意外とねパトリオットもね、何でしたっけ、フルネルソンボムみたいな、フルネルソンなんとかみたいなやつがありますよね。あれがね意外と決まってるんですよね。だからあれをうまく出して最後パトリオットミサイルをうまく決めることができればというところなんですけど、ちょっとねパトリオットの方がそれ以外のフィニッシュパターンが弱いような気もするな。ローランドボックの方が自力はちょっと強いような気もする。まあどっちが勝ってもおかしくないというようなところですかね。機動力はやっぱりパトリオットの方が上ということになるでしょうから、それでうまくはまればパトリオットがちょっと有利なような気がするんですよね。ローランドボックがね空中殺法にはちょっと弱いような気がする。そういうパラメーターにしたような気がするんですよね。もうさすがにどんなパラメーター配置になってたかはあんまり覚えていない。ローランドボックなんかガチには強いけども、そのエンタメ系の技とかテクニカル系の技でコロッと負けるようななんかパラメーター配分にしてたような気もするんですよね。さああと、ちょっと告知をしておきます。告知じゃないな、宣言というか、現在収録をしておりますが、徐々に嫁さんが仕事を終える時間が近づいておりますので、途中で電話に出るかもしれませんので一応宣言しておきます。でもどうやろうな、遅なるかな今日は。まあはい、ということで一応言っておきますね。さあということで、これは試合をじっくり楽しみたい。おコーナーの、なるほど、ショルダータックル、この辺卒がないですよね。パトリオット、でもちょっとスタミナが連続攻撃でスタミナを消耗しているから、ローランドポックはあんまり連続技っていう感じではないですからね。立て続けに技を決めるのはパトリオットの方が、1枚上手たけているというところになります。ああいいですね、この辺のボディースラムで投げておいてからエルボー、この辺の連続技はパトリオットの方が、ああつけるパワーボム系からのユンのジャックの F 型のカウント2ですが、これはパトリオットがペースをちょっと握りましたね。さあローランドボックはギブアップを奪う技がいくつかあるんですけどね、多分それほど強力ではないんですよね。だからこういうスタンディングの肩固めとかもあるんですけども、じわじわ多分攻めるしかできないんですよね、ああいうのでは。さあ再びおーカウント2点9、試合時間まだ10分経過していませんので、やはりパトリオットの方がペースを握っているという感じか。ローランドボックここは冷静にスタミナを回復してから、こういう地味な技にちょっとなるんですよね。ベリートゥーベリー、
break. さあ10分経過というところで、おお、ジャンピング DDT。 あー、これはちょっと、ほらほら言ったらかん。どうだ、出るぞいきなり。うおん、決まった。ちょっとスリーカウントは厳しいと思いますが、うん、カウント 2.9。 さあこれはもう完全に、あー、しかしダブルストップ。ローランドボックも全く隙を与えない。まだ大丈夫でしょう。おー、でもカウントお互い 2.9。 うーん、一進一退の攻防。ジャンピング DDT。 いやー、ここでプトリオットのスタミナが切れる。ローランドボックはフラフラ。さあ、ジャーマンで持っていく。さあ、ローランドボックのハイブリッジジャーマン、スリーカウントを狙うジャーマンは果たして出るのでしょうかね。結局まあいろいろ紆余曲折ありまして、ロジックがこう 1% ぐらいにしてると思いますかね。まあ以前コメントでね、あのローランドボックは3カウントブリッジしてカバーに行かないんだっていうことを指摘いただきまして、じゃあやめようということになりましたけど、ただ 1% だけ、あのブリッジがすごい好きなんですよ。だから 1% だけ残させてくださいって幻の技にしたんですけどね。さあこれは、うん、まだ粘る。さあこっからですね、こっからどこまでお互い気力が持つか。あっさり決まる、そんなことはないでしょ。うん、逆へ目がたんとか、こういうので決まるかな。ジャンピング DDT、 場所は悪くない。これは狙っていくでしょう。パトリオットミサイル発射。もう今日何発か分かりません。でカバーに行く。どうだ、決まるか。うわー、やっぱりそう簡単には決まらんか。これを何発も繰り返さないと勝てないのか、何発出しても決まらないのか。逆エビがダメ。パトリオットの攻め疲れも考えられますよね。途中で攻めてる方が一気にスタミナを消耗しすぎて3カウントをバレたりとかギブアップとかっていうのも考えられますからね。さあしかしパトリオット、あー、起き上がれない。これはちょっと辛くなってきたか。こうなるとローランドボックの方が有利になるのか、ダブルアームスープレックスなどで一気に決めてしまうのか。うわー、地味な技でいくな。オーソドックスな技が一番シンプルで効くのかもしれません。さあ試合時間が間もなく16分というところ、パトリオットまだ決める。カバーに行く。どうだ、決まるか。うーん、やはり一発では決まらない。いやー、ということはもう一発行く。そしてもう一度、何度でも繰り返す、いけるまで。うん、さあこうなったら我慢比べみたいになってきましたね。あとはお互いクリティカルが怖いけども、おお、バックは取れない。高速ダブルムスープレックス。さあダブルアームスープレックス投げてマウントを取って、このパターン多いな。マウント取られたらね、意外と返す可能性が高いんですけどね。おっ、シンクラッシャーから。なるほど、パトリオットミサイル、ミニパトリオットミサイルで攻撃、さらに追撃から、これは狙うぞ。いやなぜだ今のは。いや、今のもったいない気がする。さあそこを一気にローランドボックに攻め込まれるか。あー、これはギブアップあるぞ。なんとか耐えてる。地味にこの技は腕を捉えてるので、腕にもダメージがある。ただちょっと重ねないとそう簡単に腕は破壊できない。おーおーおー、パトリオット余裕のステップからバックを取って、あ、フルネルソンで落とすやつからのカバー。どうだ、決まる。うわー、やっぱり返した。さあローランドボックまだ残る手があるのか。ダブルアームスープレックスでやっぱりスリーカウント狙う。おお、これは返すでしょう。そう簡単にほら決まらないでしょうね。いやー、これね、頭突き連打がね、流血させられそうで、パトリオとしてはかなり怖い。分かりづらいですけども、流血する可能性があるんですね。可能性はあんまり高くない。さあ20分経過。さあこのコーナーの攻防、なだれ式いくか。パトリオと何を出す。
なだれ式のブレーンバスター、セカンドロープからカバーに行かずにローリングラリアット、これはどうだ、もう一発いっか、いやローランド僕が返していく、いやー今のローリングラリアットはかっこよかったけどな、どうだ、うーんカウント2-9、さあ我慢比べ我慢比べ、残り試合時間10分を切ってきた。さあ嫁さんの帰ってくる時間もだんだん迫ってまいりますが、残り1試合私の実況は終わることができるんでしょうか。もう1試合、これも長くなりそうな気もしますが、さあここでパトリオットミサイルで全て決まってくれるのか、どうだ、リングの下の方がちょっと場所が悪い、決まるか、うわーやっぱり決まらない、にゃん時間だけが過ぎていく。さあ残り試合時間が8分を切りました。前に叩きつけて、この場所ではパトリオットミサイルが出せない、いや出す、狙う、レフェリーが近くに来ていないな、引きずったら無理だな、多分返されるでしょう、どうだ、うーんやはり、さあ時間だけが過ぎていく、ローランドボックがなかなか決め手に欠く、こういう時にスタンディング、おお、おクルックヘッドシザーズですね、こんなん出すんや、いやだあの持ってんのは覚えてたけども、終盤で、さあダブラムスペックス叩きつけた、これはどうだ、ダメ押しとなるか、同じリングの下の方では、ああ決まった、ああいやパトリオットミサイルは決まれども勝利は手にすることはできず、ローランドボックの人間風車の方が強かったと、パトリオットミサイルではローランドボックの破壊することは、ローランドボック王ですね、破壊することはできなかったというところでしょうか。試合時間23分41秒、ダブラムスープレックスからの体固め、これは前も言いましたね、あのローランドボックの場合は普通のダブラムスープレックスで出してる体でやってるということで名前を変更してるという話でしたね、ローランドボックがパトリオットから3カウントを奪った試合でした。試合評価は 100% お互い出し尽くしたというと、あーパトリオットここで負けるか、では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の6試合目、最後の試合になりますね、 B ブロック、テリーファンク対ケニーオメガの試合やっていきましょう。試合開始です。ファイト。さあというわけでテリーファンクが現在40点、ケニーオメガが35点ということで、今日行われた、あ B ブロックあんま関係ないですね、現在 B ブロックのトップが、50点のブロディで、アンカーバングルが49点、でテリーファンクが現在40点、スティーブン・リーガルが40点ですね、ここは40点以内で、テリーファンクが勝てば、これで3位、単独3位というようなことになるので、テリーファンクとしてはゼガヒトも勝ちたい、ケニーオメガは35点なので、これ勝って40点で、スティーブン・リーガル、テリー・ファンク、ケニー・オメガと並ぶわけですから、勝ちたい、どっちも勝ちたい、まあ当たり前ですけどね。ということになる試合ですが、ちょっとだけ余談を挟んでおくと、この間の、AEW、あのまあ普通のプロレスの情報サイトで見てたら、AEW で、まあまあ観客がいてないからか、会場が広く使えるから、ゴルフ用のカートみたいな車で、会場内で相手レスラーを引くということをやっていると、でその運転してたのがケニー・オメガで、やられてたのがね、誰でしたっけ、まあ、でも DDT の, あのレギュラーでよく出る人ということで、で、まあ、そのシーンだけを見るとアメリカの人は何とも思わないでしょうけども、日本のプロレスファンは、あこれ DDT でやってることをやるみたいな感じになっていくと、でそう考えたら DDT って実はすごいんだとかって思ったりね、ケニー・オメガも上がってましたし、もう一人もなんかその DDT 名前ないからちゃんとここでメモ取っときよということになるんですけども、ね、今ふと思いついただけなんで、ちょっと調べましょうか、誰もそれを望んでるかどうか分かりませんけども、あれ Give up?
忘れました。はい、ということでまあいいでしょう。はい、まあまあそんながありましたよっていうぐらいですね。大した情報じゃないので、まあ DDT もだから頑張ってるなということですね。DDT もね、なんかこうそれがすごいと言っていいのかどうかなんですけど、イブシにしろケニーにしろ、その後に団体のエース級になる、メジャー団体のエース級になるリスラーをとどませる、とどらませ、何と、え、とまど、とまどったら、とどまらせることをしない、とどまらせない、まあ、平気でこう行きたかったら行っていいよって言って言うことですよね。まあまあ、好きな、嫌な考え方としたら、やっぱりそのエース級のレスラーがいなくなると、お客さん呼べなくなるから、それを何とかして嫌がらせしてでも引き止めるっていう考え方があるんですけど、それを DDT はあんまりっていうか、ほんまやってるかどうか知らないですけども、外から見てる分には全然やらないからいいですよね。まあ、実質やってないと言っていいでしょうね。まあ、だから育てるだけ育ててやめていくっていうのは良くないことなんですけども、でもそれをずっと続けてるわけですからね。そう考えるとやっぱりすごいんじゃないのって、まあ、他の団体もそうですかね。まあ、そういう意味では、DDT は世界でやってもいいんじゃないのみたいなことを思ったりするんですけど、ね、AEW と DDT が提携するみたいなことはなんかないんですかね、権利運営を通じてね。まあ、難しいんでしょうかね、いろいろね、権利関係とかね、まあ、よくわからない話なんで、試合の方に集中しましょう。さあ、テリーファンクがケニー・オメガに迫るというところ、いいですね、このラフな技。まあ、当然、テリーファンクはスピニングトー、今日はスピニングトーホールドがさっと言いましたよ、メモはしてませんから、ね、スピニングトーホールドが言えなくなったら、プロレスファンとしてはもう最悪やという話を。前回してその場話ばっかりしてるからさすがに覚えたのかもしれません。逆にテキサスクローバーホールドが言えなくなったりしてるとみんな。さあ、テキサスパンチから、あ、スプリングトーホールド行かないんだ、まだ早いっていう。 You can't escape You can't なんだってやつね。さあ、カウント今エルボー強烈でしたね。あー、いいですね。これはテリーファンクが先にちょっと手を打ったというところでしょうか。リアルブレインバスターですかね。いやいや違う、53歳のやつか、あれは。これはね、変形垂直落下、変形垂直落下式ブレインバスター。さあ、10分経過。あー、いいですね。テリーファンク連続して、さあ、ケニーオメガ、これはさすがに大ダメージを食らったでしょう。やはりケニーオメガの怖いところは、こいつらす、もしくは片横の天使あたりで大ダメージを食らわしてくるというところですね。それを耐えるためにはもう先手を打つしかないよーなんて。おー、すごいすごいぞ。さあ、カバーに行った。おー、カウント 2.9。試合時間11分というところで、いや、これケニー何ドラじゃ、なんでそんなそれをこだわってんのよ。えらい出すな、この組み風の経営の技。さあ、テキサスパンチからいよいよ、いや、出ました、スピニングトーホールド。どうです、スッと言えましたよ。神にかけて、神にかけたらあかんのかな。メモは貼ってませんからねっていうのが言いたかっただけです。さあ、カバーに行った。ワン、ツー、カウントにできる。今のカバーはどうやろうな。あ、でもあれでロジック組んでたかもしれないな。あー、テイクドロップキック。テリーの足はやめてあげて。あー、これは大ダメージ。一気に来るのがケニーの怖いところ。このままバック取られるのが一番怖いですよね。この天使はなかなか返せないはず。さあ、ここでテリー、いやー、今のキック。おー、さあ、ロープに走ってヘッドバットを決めていく。お、丸め込む。ワン、これは決まらないけども、いいですね、こういう技を繰り返していくしかない。ケニーにペースを与えてはいけない。テリーとケニーがややこしくなりますね。まあ、間違えてもいつものことで言うことで。さあ、これはスピニングトーホールド、
どうだ。クリティカルが出るかギブアップを取れないこともないですよね。このダメージがね高いんですよ、ケニーの技は。とにかく基礎ダメージ値がどうしても高いから決まりやすいんですよね。あ、そっちか、そっちに行くか。スプリングトーホルド、ブレイクになるか、もったいないな。いやでも徐々にダメージを集中していってる。あとこれでテキサスクローバーホールドでというのがある。おお、いいですね。あー、今のムーンサルトプレス剣、あー、いいですね。今日はスプリングトーホルドがよく出てる。この間は出えへんかったくせに。もうわからんな、ロジックは。さあケニーが走る、痛む足で走ってるはず、足は来てるはず、痛いはず。さあスタミナが、いやっ、おお、ラリアットできた。さあテリーファンクの動きが止まってしまう。これはまずいぞ。うおー、膝を当てられる。ブサイクへの膝蹴り、これはね、あの V トリガーの方が本当はケニー本式なんですけども、あの V トリガーがね、なんかね躍動感が僕なくて、どうも好きになれるのですよね、まあ、だからちょっと膝蹴りの下手なやつをあれで表現してるようなイメージが僕の中であってね、まあ難しいとこですね。あら、これはまずいわ。テリー一気に動きが鈍った。さあバックを取られた、バックは取られたらまずい。黒いツラス後ろの方、これなら大丈夫。今の場所がな、前やったらまずかったな。さあパイルドライバーでなんとか盛り返したか。ここで足を取るか、足取らない、取ってるけどカバー、どうだ、ガードリーディッキュ、そらそうだろう。あー、これはね、そのまま飛びの、どうだ、返せる、うーごめんなさい。さあ今日かなり光って出ているブレンバスターが決まって、どうだ、スリーカウントいけるか。にゃさあこれケニーが勝っても面白いんですよね。さあこのコーナーの攻防、フランケンか、いやいや、テリーが返して、あ、スピニングトーホールド、いやー決まった。タララッタッタララッタララッタッタッタララッタチャララッチャッチャララッ、いやー、これでブロディ、何回もそれ、ブロディ、カートアングル、テリーファンク、まあ後でじっくり見ましょうね。試合時間19分24秒、スピニングトーホールドでテリーファンクがケニーオメガからギブアップを奪った試合でした。いやー、テリーがここまで活躍できるとは誰が想像したでしょうか。ありがたいというか嬉しいですね、単純に単純に。はい、というわけで、本日も長くなりましたが、なんとか嫁さんが、カエルコールをするまでに、6試合終わることができました。あ、もう1時間超えてるわ。というわけで、いつものように星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで本日はかなりちょっと長めになりましたけどもね、じっくりとこれは、3位予想なんかしながら見ていきましょうかね。もうちょっと長くなりますよ。本日行われたのが青で塗ってるところ、赤で塗ってるところは次回の対戦カードということで、本日行われた6試合を振り返りながらということで見てまいりましょう。まず A ブロックの方は AJ スタイルズがクリス・ベノワに勝って、これで7勝目ですね。いや違う、嘘、ごめんなさい、6勝目ですね。でもう1試合がローランド・ボックがパトリオットに勝って、これでローランド・ボックが8勝目ということですね。 A ブロックについてはトップ、まあ、ハンセン変わらないんですけども、ローランドボックが40点に上がったということで、2位、あ、じゃないや、カルホーンが45点で2位で、ローランドボックが40点で3位ということですね。これを35点のレスラーたちが、30点台がいっぱいいるのでどうひっくり返すかという感じになっていくでしょうかね。はい、では B ブロックの方を見ていきましょう。B ブロックの方も2試合行われました。まずドン・レオ・ジョナサンがサンドマンに勝って、これで7勝目35点。もう1試合がテリー・ファンクがケニー・オメガに勝って、テリー・ファンクが45点で9勝目ということになりましたね。で、ここもブロディとカート・アングルの50点、49点変わらずだったんですけども、テリー・ファンクがこれで45点で、3位に行きました。ただスティーブン・リーガルの40点はまだいますし、35点もいるので、ですね、
ということですね。まだどうなるかわからないというところですね。ただまあトップ上2人ぐらいは固まってきたかな、でも残り試合があるからなというところでしょうか。では C ブロックの方に行きましょう。 C ブロックは1試合ボルクハンが、リコシェに勝って、これでボルクハン45点でトップに出たんですよね。ボルクハン45点、ただデストロイヤーが、試合数が1試合少なくて42点なので、当然勝てばすぐにひっくり返せるという状況。さあどうなりますか。ここは試合数がちょっとずれてるので、おかしくなりますね。デストロイヤーは次の次に予定してますのでお楽しみに。では最後 D ブロックですね。 D ブロックも1試合でトリプル H とレザーフェイスが、痛い引き分けと言ってもいいでしょうね。トリプル H はやられたなっていうところでしょうか。現在トップはスティングの55点、これは硬いでしょうね。で次に、45点のアンダーテイカー、あとがテッド・デビアスの40点、あれテリー・ゴディは37点、まあいっか。なのでこの40点台がいくかなっていうところですかね。ちょっとなんかよくわからない話になってきましたが、まあ3本目なので許していただけたらと思います。さあというわけで本日も6試合お届けしました。長くなりましたが最後までお付き合いいただきありがとうございます。まだまだ続きますので、よかったらチャンネル登録などもまだの方はぜひよろしくお願いします。大変励みになりますのでね。はい、というわけで今回はこの辺でお別れです。ではまた。Thank you.